お疲れ様です。お疲れ様です。カメラの宮下でございます。はい、ゆっこです。ゆっこちゃん、今日はですね、はい、とあるトッププロと会話をできる、うん、会話できる対談対談、はい、っていうところで、うん、その方が、まあ、昨日も試合やってたんですけども。そうですね、見てました。見てた、見てました。あ、テレビ見てました。お、じゃあその話もしたいですね。はい、ちょっといろいろ聞きたいことありますね、はい、結構好きですよね。好きです結構好きですよね。好きです。一度だけ、うん、あの去年 の, あの大箱根でやった試合、うん、キャットレディースかな、うん、見に行ったんですけど、その時にちょうど私の目の前を通ったんですよ。はい、あんなスタイル良くて美人なゴルファーって誰だろうと思ってすぐ調べて、ああこの方か。煽りますね今日お会いできます、うん、じゃあちょっとプロはどんな人なのか。出張ですね、はい、すいません。あ、ドックしてないわ。はい、失礼します。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。ビンゴルフから、ま、あ、やってきました。ゆこと申します。よろしくお願いします。ゆうちさんです。昨日お疲れ様でした。ありがとうございます。風がすごい強いのか。はいはいはい。風が、そう、強いですよね。強かったです。ね、その中、昨日のスコアは何個？真ん中です。すごいですよね。1回だけでしょ、ボギー。あの強風の中、ちょっとその秘訣をちょっと後で、これから移動されますよね、タクシー。はいはい、なので車の中でちょっとお話を聞かせていただきたいと思います。はいはい、あ、改めましたの、ね、ゆっこと ゆっこと言います。ゆっこさん、はい、다시한번대하자면유씨라고유코상언니ですよね。아언니ですね。언니언니아언니아뜨ますか언니誰が언니ですか。아아언니가上です。88すみません、私が언니です。언니87年です。一つだけ。あの、ジェヨン언니。언니。はい、すいません、언니。お姉さん。お姉さん。いや、すごい、あの、まずいいですか。すごく肌が綺麗で。매우그피부가예뻐가지고깔끔해가지고何してるか聞きたいぐらいなんです。まず美白。そう、肌のケア。어떻게지금피부ケア어떻게하고있는지물어보고싶어요。일본에서는미혼데시합終わって部屋で冷たいパック。パック。それは韓国の化粧品ですか。韓国じゃん。はいはい。韓国の。韓国の。そう、おすすめがあるんです。おすすめがヘラとか。あ、ヘラ、あ、わかります。すごく有名ですね。アモレパシフィック。あ、はいはい。と SK2 も。あ、SK2、 すごく韓国の化粧品有名なやつですね。とても有名なから알고있다고얘가알고있다고知ってます。日本語も上手ですね。はい、じゃあちょっとあの昨日のアースモンダミンカップ、私も昨日最終日テレビで見てたんですけど、ね、あの風がすごく強かったと思うんですけど。そうですよね。あ、木曜日も風が強いですね、はい、ああそうなんだ。あ、初日、初日木曜日ですよね。うん、そうですね。そうだった。でも昨日とかもすごいなと思って、うん、で昨日の試合って80人くらい多分いましたよね。昨日ですよね。昨日、はいはい、で多分アンダーで回れた選手が多分10人ぐらいしかいなかった時、10人ぐらい。でもその中でもやっぱワンボギーってすごいと思うんですよ。本当に本当に。はい、はい、うん、そういうなんか風がすごい強い日とかで、うん、そのプレーでなんか何を気をつけてますか。なんか、이거를말로잘할수있는지모르겠는데、바람이심할때는계산을할거아니에요。계산또근데이제바람을이기려고하지않고그냥그바람을계속내가느끼면서클럽을선택해요。雰囲気とか自然に。それはもうやっぱ経験ですかね。そうですね。そうですね。やっぱ経験には勝てないですよね。そっか。경험은역시이길수가없다고。언니ですよね。언니。언니。언니。今は日本に住んでいらっしゃるんですか。あ、言わないです。ホテルとホテル全部。あ、一個試合、はい、休んで韓国帰ります。でも日本でずっと試合はホテルで全部。はい、うん、あ。そうなんです、ね。はい。じゃちょっと大変ですよね。長期に。ちょっとです。はい。荷物がいっぱい。うん。
こっちで、うん、あのご飯食べるときとかは、うん、どの辺に行くんですか？ホテルは東京タワー前に、うん、東京タワー近くが六本木じゃないですか、うん、六本木で、うんうん、いろいろ、うん、六本木の周りによく行く。あ、そうなんですね。じゃあ六本木行ったらチーモさんに会えるんですか？会いましょう。会いましょう。あ、そうなんだ。ご飯美味しいんですか、日本？あ、はい、美味しいです、はい、美味しいです、はい、全部美味しいです、うん、何が好きですか？私は、うん、寿司と焼肉と、うん、焼肉、はい、はい、でもし、試合して、うん、多分毎日、うん、納豆食べました、うん、納豆、はい、うん、日本の和食、ね、あっちめこう、ね、納豆とケラン、うん、卵が半端じゃない、いつも、はい、先週は毎日食べました。あ、そうなんですか。温泉卵と納豆と水で、あ、じゃあ試合の日のそのまあルーティーンは日本食、うん、日本음식주로먹고정말가끔한국음식먹고싶을땐한국식당가요。日本に試合の時の、うん、その、まあ、そのスタートまでのなんかルーティンってありますか？이제준비하고골프장에가서라카에서스트레칭을꼭해요。스트레칭。그리고커피를마셔요。毎日커피飲む。コーヒーだ。コーヒー好きです。あ、そうなんですね。で、골프를좋아해서유튜브를시작하시게된거예요？はい。そう。うんうん。あ、ゴルフ。그러면유튜브주제가全部ゴルフですか？あ、全部そう、ゴルフの YouTube です。はい。で、私もそのゴルフが大好きで、はい。で、もういろんなその女子プロの方のスイングを見て、うん、で、そのゼオンさんのスイングをやっぱ背もやっぱ高いので、まあ、すごいかっこいいなと思うんですけど、あの一番すごいなと思ったのは、あんま下半身動いてないですよね。なんかこうテイクバックの時に下半身があまり動いてないなと思って。あ、うん、あ、ありがとうございます。それは気をつけてるんですか？겨울에많이연습을많이했어요。冬の時、うん、結構練習しましたと。ちょっと神経して考えて。저같은몸은이하체를많이쓰면위에까지중심이많이흔들려서좀이렇게잡고제저는。皆さん一回見てください。本当に動かなくて、で、そのダウンスイングのためがすごいんです。めっちゃ遅れてクラブがくれた。そう、私今それがすごい課題なんですね。それをやりたいんだよね。はい。このクラブが遅れて、うん、こう触れるようにしたくて、うん、で、何かそれは意識してますか？タイミング、全部タイミング。タイミング。이게여기를내가이건움직이는동작이잖아요근데제가억지로하려고하면이렇게힘만들어가고잘안돼요그모션이그냥백스윙하고이몸으로리드하니까그타이밍에맞춰서그동작이나오는거예요타이밍意識してやるもんじゃないと그동작을억지로만들려고그러면그걸갖다있잖아요그걸전부갖다있고텐션과이빠이やっぱそれも練習ですか？역시그걸할수있는건연습밖에없어요。はい、です。タイミングをつかむ練習。あの、ジェヨンさんの持ち玉ってフェードですか？はい、普通はフェードです。そう、珍しいですよね。強い人だ。うん、強い人です。本当に。そのやっぱ女子プロの方ってやっぱこっちのドローが多いんじゃないですか？はいはいはい。あと私は普通はフェードだけど、必要하면ドロー。를그냥쳐요뭐앞에마이너키とか코스とか기본은페이드기본的にはフェイド。そうなんです。なんかその飛距離を出したくてドローにする方も多いと思うんですけど。근데이제드로우는방향이컨트롤이안돼。2017年から日本で試合に参加していると思うんですけども、その日本に日本で試合をしようと思ったそのきっかけ。그전년도큐티를2016년에봤거든요겨울에큐티요큐티큐티아아세요그러니까야마시아이야마하가츠라기다가츠라기그때시합할때제가초청으로와가지고3등했거든요근데그때되게
즐겁고 재밌었던 그런 기억이 있어서 그 해에 큐트를 봤어요. 가스레기 難しいですよね. 그러니까 일본에 있는 선수들이 가스레기 코스 이미지가 무지카시 코스잖아요,ですか? 근데 저는 처음 왔어요. 私は 初めて. 그러니까 그런 감각, 그런 느낌이 별로 없었어요. 아, 나름도. 그리고 그때 당시만 해도 야마하 시아이가 4月で 한국어가 뭐좀더 寒い. 또 일본은 가스레기와 좀私 感じが 아따까이 또 코스 컨디션 뭐 기레이 또 이 또 그러니까 전부 좋았어. 한국에 제가 골프 したことないんですけども 한국과 일본의 골프장이 全然違う。全然違うの?全然違うの? 한국의 골프장은 어떤 感じです? 한국과 狭い? 역시 작은가요? 뭐 좀 코스 틀린데요. 이렇게 이게 마운틴 코스가 많아요. 업다운과 코스가 좀 많고 잔디 시바모초도 찍어봤어요. 시바모치가운. 오비가 이뻐요. 오비가 스코어가 나가나가 되나소ですね. 아, 소나んですね. 일본의 시합은 재밌습니까? 아, 재밌습니다. 처음에 첫 해에 왔을 땐 이 생활을 적응을 많이 못했는데 지금은 이제 혼자서 밥도 먹을 수 있고 다 적응을 했어요. 뭔가 최근 뭔가 좀 하마っている 일본의 고飯ってありますか? 오菓子とか何でも. 최근 엔가와. 엔가와? 渋い! ってことは千代さん お酒飲みますか? 오사케는 시즌 때는 안 마시고 시즌 끝나면은 좀 마시고 일본의 나마비르 또 와인 스키です. 아, 소나んです.와인. 와인. 어른です. 어른이시네요. 언니です. 私ですか? 普通. 아, 普通. 普通. 아, 네, 寝ちゃいます. 寝ちゃいます. 자버린다고. 아. 危ないです. 危ないです. 優しい. 스윙? 스윙? 아, 見て. 라인 그레이스. 아, 라인. 야, 드로우ですよね, 스탠스가. 아, すごい。すごい。すごい。 오! 오! って言ってくれる. 이이이이. 優しい. 야, 私、その、 타이밍이 まだ 掴めなくて. だからなんかあんまり飛ばないんです。 타이밍은 그런데 이 스윙 이런 앵글이나 이런 건 좋아요. 타프 포지션 뭐 이랬어요. 저 타이밍이랑 좀 힘을 좀 빼면 좋을 것 같아. 몸에 힘을 빼면. 좀더 지카라가 하이테일까라. 좀더 스탠다라. 좀 이렇게 백스윙은 좋은데 칠 때 이렇게 힘이 이렇게 약간 이렇게 잡히는 힘 이렇게 좀 탁 풀어야 되는데 릴렉스. すごいですね。一発で、一発でこうアドバイスが。チェヨンさんは私本当にその例えば4日間の試合で本当安定したプレーをしているイメージがあって、その安定したプレーをするためには技術が必要なのか、技術もそれもそれはもちろんそうだけど、あとメンタルやっぱ必要なのかなっていうのをちょっと聞きたいです。全部。全部。全部。 그렇게 뭐 이제 4일샵하면 잘 되는 날도 있고 안 되는 날도 있잖아요. 근데 잘 되는 날은 어떻게 해도 다 잘 되잖아요. 맞아요. 근데 안 되는 날이 중요해요. 안 되는 날은 내가 어떻게든 안 되는 거를 잘 커버해가지고 스코어가 나쁘지 않게 끝내는 게 중요한데 그럴 때 멘탈이 흔들리면 스윙도 흔들리니까 좀 이렇게 하나에 집중하려고 많이 노력해요. 이게 기분이 안 좋거나 이 멘탈이 흔들리면은 경기 흐름도 나빠지니까 되게 골프에 집중한다던가 아니면은 좀 이렇게 다른 걸로 막 이 그 내 멘탈이 흔들리는 거에 집중하면 안 돼. 그 멘탈이 흔들리고 안 되는 거에 집중을 하면 더 안 돼요. 나름도 골프에 집중해서. 나름도 안정적인 플레이는 やっぱすごくやっぱ強い武器だと思うんですよね。やっぱいつあの こうバーディーもいっぱいあってボギーもいっぱいあるって多分一番こうなんかモヤモヤすると思うんですけど、やっぱこうあんまりボギーを叩かないこうパープレーに近い感じの人の方がやっぱ強いイメージがあって。
安定したプレーってすごく魅力的だと思って。ありがとうございます。ユンチェヨンさんのゴルフは、こういうゴルフですってなんか日本の人に言うとしたらどんなゴルフなんですか？その그냥그기복없는플레이좀전에얘기하신거그거안테이스를잊지못그거것같아요화려하게막잘치도못치지도않고그냥약간이렇게네그래서저는늘스타일이그래서사실저는이렇게스코어를못쳐도좋으니까못칠때도있고확스코어를줄여서잘쳐보고싶어요뭐뭐세븐한다에이단다이런이런스킨도한번쳐보고싶은데저는약간좀이런스타일이라좀그렇게쳐보고싶어요아마안테스타프레미들에서이츠카이츠카뭐스베트가이히가기대전부바디스마일기가스마일약간그뭔가그아오늘이이스코어에맞아서다나って思う日はやっぱパターですか？もちろんです。그티샷제가생각할때티샷이랑퍼터가스코어에중요한것같아요드라이버그리고その曲がらない はいはい또その女子プロの方で日本人の仲のいい女子プロの選手っていらっしゃったりするんですか？パルゲッチの一緒にスポンサースポンサー選手ですよね。はいはいはい。めぐみちゃん、ああはいはいはい、ももこ、おおももこ、可愛い、ついた、はい、ありがとうございます。ちょっとついたので、次のちょっと場所に移動したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ優しいオンニ。じゃあちょっとここでチェオンオンニの、チェオン、チェオンオンニの本当に左右にぶれないそのスイング。で、何か一つだけアドバイスするとしたら何ですか？簡単も大丈夫ですか？はい。オドレスはってバランスとこれ、こう힘을좀주고、だから안쪽에힘을주고、で、こう힘을주는게가장중요한거。でもここに力が入ってこれを使うのが一番重要だと。へえ、アドレスなんですね。ゴルフは。제가생각했을때는저이렇게외우는공식이있는데 PGA 또 P 와 Posture 또 G 와 Grip 또 A 와 Alignment 이게가가장중요하다고 PGA 또제가그렇게외워요こうこういう形で覚えてる一目 PGA Posture 또 Grip 또 Alignment 또 PGA ちょっと一回一振りしてもらいたいんですけど。このヘッドの技術ですか。まずアドレス。本当かっこよい。おお。おお。素敵。ありがとうございます。二つお願い事がありまして、またそのこの YouTube のリンゴルフにぜひ。出ていただきたいのと、あとライン交換したいです。はい、もちろんです。もちろんです。ありがとうございます。じゃあ一緒にご飯を食べに行きたいと思います。会いましょう、六本木で。六本木で。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。これどうでした？いや、すごい話しやすくて、めちゃめちゃ優しくて、なんか人柄がすごく最高だったんです。惚れた。いや、惚れました。めっちゃ優しくなかったですか？私韓国に留学してたことあるんで、その時仲良くしてくれてたお姉さんたちを思い出しましたね。あ、ちょっと。ちょっとやっぱこう一個チアだけでもやっぱすごい本当にお姉さんなんかみんな優しいんですよね。すごい妹みたいに可愛がってくれて、そんな雰囲気がありました。ライン交換できちゃったんで。言ってみるもんだね。ね。本当にできたもんね。なのでちょっと頑張って韓国語で会話したいと思います。もっと日本のねファンの方増えてもいいんじゃないかって思います。本当に増えないとおかしいですね。最近でもスコアも調子いいですからね彼女は。あんまり寄せ持ちしないですもん。すごい。なのでちょっと今年優勝してもらえたらなんかちょっと嬉しいですね。はい。応援したいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。